そして今小川が姿を見せたんですが、実は今日は小川選手は初めてのスターティング5ということになります。決まりました。これとは小川がやりました。さあ小川だ、権藤セイを狙った、決まる。小川そのまま行った。最後はストップ。今のシーンです。そしてシュートのストップ、そしてソープ。最後は小川行くか、行きました、決まりました。とにかく先ほどご紹介しましたように、カナルスヘッドコーチのいわゆるシュートを逆襲だ。小川に最後は決めていく。取ります。そして小川が打つ、入る。小川が取りました。さあ小川どうする。小川がつないだ、あーこれはダメだ。しかし小川がしっかりとジャマールソープにつなぎました。やったー。初めてこのライジングジャパン福岡に入りました。福岡県出身、福岡第一高校から日本体育大学に在学。ここは小川、決まった。取り返すというこの第2クォーターの展開が続いています。そして今日はこの小川が本当にいい仕事をしました。昨日がプロ B2 リーグでのデビュー。グリーン、ここは決めたい。小川決めてきました。ここは日体大1年生特別指定、福岡第一でも金がつける。外から小川、ローター、ようやく来ました。